もう間もなくキックオフの時刻を迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポーターが続々と詰めかけました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。注目のセカンドレグ、このラウンドを争う一戦はスポルティングがフランクフルトを相手にします。ファーストレグはドローでした。アウェーゴールがあるので全くの五分という状況ではありません。この試合お互いに相手の出方を見てくるでしょうが、ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。珍しい 5-2-3 ですね。失点も抑えやすいシステムです。スポルティングのライバルは同じリスボンに本拠地があるベンフィカです。この対戦はリスボンダービーと呼ばれます。同じ市内の有力クラブが対決しますから盛り上がることでしょう。キックオフ、フランクフルトがボールを動かします。攻撃はここで止められます。ドリブルで相手を揺さぶります。狙いは悪くないクロスでしたが誰も触れません。ディフェンスがうまく対応。目の前にスペースがあるようです。攻撃はここで止まりました。ボールは相手チームに渡ります。これはチャンスです。一度クリアしたい状況ですが最後はキーパーがボールをキャッチ。しかし何といってもその前のセーブです。圧巻でしたね。普通あのシュートは入ります。サイドが空いています。素晴らしいスルーパス。このシュートはキーパーがしっかりとキャッチしました。キーパーの目の前でしたが正面に飛んでしまったんでしょうか。もう少しコースを狙っていきたいですね。ドリブルでボールを運びます。決定的なシュートでしたがミスになりました。リフレクションです。早い時間帯にイエローカードが出ました。勢い余って思わず行ってしまいましたね。一旦クリアしましたね。このスルーパスは通りそうです。ここはシュートチャンス。ゴールを狙う。ゴール。ボレーシュートを沈めてきました。リプレイを見てみましょう。このクロスの先には味方がいます。そして豪華なボレーを突き刺しました。ドライブのかかったいいシュートでしたね。
均衡を破れて監督も嬉しそうですね。ここからさらに感情がヒートアップしていくんじゃないでしょうか。ボールを取り返します。この試合の注目の選手です。今日は古巣との対戦ですが、やはり複雑な心境なんじゃないでしょうか。まあどういう形で移籍したかにもよるので、何か思うところはあるかもしれませんね。とにかく新たなチームのために期待されていることを全力でやるしかないでしょう。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。いいところを見ていました。チャンスになりそうでしたが、これはオフサイドです。裏に抜け出すのが早すぎましたね。狙いは良かっただけに惜しいプレーでした。中の選手を狙ってきた。このクロスはダメでした。プレーが止まります。オフサイドの判定。ここで選手を変えてくるようです。ボールを前に運びます。このシュートはキーパーの正面に行きました。これはキーパーのミスでしょうか。相手にボールが渡ります。審判が笛を吹きました。この位置からなら直接ゴールを狙えそうです。キーパーがボールをキャッチ。ボールを奪った。いいタックルでした。いいパスだ。森田、どうだ。ここはキーパーの技が光ります。ここはタックルで回避。相手のシュートを許しません。森田、降りた。このシュートを弾いた。ディフェンスが冷静に処理します。マーカス・エドワーズ、どうだ。ボールがゴールに吸い込まれた。リプレイを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。監督も今すぐ選手に檄を飛ばしたいでしょうが、まずはここから挽回を考えなければなりません。クナウフ、クナウフ、危険なエリアです。フランクフルトのチャンスになりますか。ここはクリアでしのぎます。ここで抜きました。いいところでインターセプトしました。アディショナルタイムに1分加えられます。ここで前半終了です。
ポルティングのキックオフで後半が始まります。どのような展開になるでしょうか。これは読んでいたか、インターセプトしました。浅野拓磨、ここで抜いてきた浅野拓磨。今ならカウンターで数的優位を作れそうです。カウンターは失敗に終わります。高いパスで裏を狙います。チャンスになるか。裏を狙ったようですが、これはオフサイドです。ちょっとパスを出すのが遅れましたね。受け手はすでにオフサイドポジションに飛び出していました。サントス、このボールは決定的、ポストに弾かれた。枠に当たったボールをキーパーが抑えます。決まっていてもおかしくない場面でしたから、キーパーは救われましたね。ボールは相手に渡りました。伊東純也、中へ切り込んだ。ボールを奪い返しました。いいボールが出ました。これはオフサイド。浅野拓磨、絶妙なパス。ここはキーパーがカット。かなり危険なスルーパスでした。サイドを上がっていきます。スペースを使ってきました。いいパスが通った。シュートを打ちたい。キーパー止めましたが、まだインプレー。振り抜いた。素晴らしい反応でキーパーがボールを弾き出します。キーパーがボールをセットします。フランクフルトが選手を交代します。クロスバーの少し上に飛びました。ゴールならず。伊東純也、ボールがこぼれている。これは裏へ出してきました。ちょっと長すぎたか。決まった。ゴール。さらに追加点です。これでリードは3点になりました。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。そしてこのフィニッシュ、最後は1対1でキーパーを壊してからのゴールでした。テクニックの高さが伺えますね。さらに点差を広げたことで、監督の表情にも明るさが見えてきましたね。危ないプレーに見えました。カードでしょうか。森田、タックルで止めた。しかしボールがこぼれている。いいところに出します。決めた。これでついに4点差です。一体誰がこの状況を想像したでしょうか。
プレーが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。そして最後はこのフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。さあかわしてきた。ゴールを見る。キーパーも止めました。ファインセーブでチームを救います。いい寄せです。見事な視野です。攻撃はここで止められます。抜けた。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めま、このタックルはファールを取られます。カードもあるかもしれません。残り時間は10分です。フランクフルトのフリーキックからのリスタートになります。ファールの笛が吹かれました。カードは出るのか。キーパーの素晴らしいセーブ。いずれにせよこのプレーはオフサイドでした。旗が上がっています。選手を交代させるようですね。試合終了まであと5分しかありません。主審はファールを取ります。どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。高い位置でインターセプトしました。思い切って滑っていった。こういうタックルはいけません。おそらくカードを提示されるでしょう。審判の手にはカード、警告、イエローです。今のは仕方ないですね。伊東純也。斉藤光輝。森田。ここで決められるか。ゴールを許さない。キーパーがセーブ。ゲッツェ。森田。素晴らしいボールだ。これはナイスセーブ。キーパーのファインプレーです。コーナーキックを蹴った。ホイッスルが鳴ってセカンドレグもここまで。チームは次のラウンドに進出です。自信にあふれた戦いぶりでしたね。圧倒的な力の差を示した勝利でした。このチームの次のラウンドの活躍にも注目していきましょう。それでは注目の選手のプレーを振り返ってみましょう。福西さん、周りを十分納得させるだけのものがありましたね。よくやっていました。勝利につながるゴールを決めてくれましたね。